今日は餃子の握り方を紹介します。こういう形の餃子です。まず手の形をこういうふうに作ります。まあ、U の字みたいな感じで親指と人差し指の上に皮を乗せます。でこの隙間に具を乗せます。具を平らにならして、こっちの端から潰す潰す潰すと、この山ができるんで山を潰していきます。潰す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 、こういう感じ。もう一回いきます。手をこの形にして、この上に皮を乗せて、ここの指と指の間に具を乗せる。で具を平らにして、こっち真ん中の方を高くして、下側は下の方にこう具を入れる。それで端っかから潰して山を潰す。ここに山ができますよね。ここを潰す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 、こういう感じです。もう一回いきます。この形を作って、ここに皮を乗せて、具を指と指の間に乗せて、こっちのをちょっと下に下ろすって感じです。それでここの端から端をまず潰したら、この指、人差し指と親指でこの添えてることで山ができるんで、ここの山を潰す。ここの山を潰す。潰す、潰す、潰す。こんぐらい来たら、手首がちょっと下に落ちる感じ、下に向く感じですね。で、ここでまた潰す、潰す、潰す。で、こう、こういう感じ。もう一回いきます。手の形をこうにして、皮を乗せて、この指と指の間に具を平らに乗せる。それで端っこをまず潰して、この山ができているところを潰す。ここを潰す。でここの指がこうなってると山ができるんで潰す。この指と親指、このまっすぐなっているところで山ができるんで、ここを潰す、ここを潰す、ここを潰す、潰す、潰す、潰すで、こう、こういう感じですね。もう一回やると、この手の形を作って皮を乗せる。それでこの指と指の間に具を平らに乗せる。で、こっち側をちょっと下に下ろす感じ。それで端からまず端を掴んで山を潰していく。潰す、潰す。この人差し指と親指で掴んでることで山ができるんで、潰す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 。はい、こんな感じです。まあ、これちょっと難しいんですけど、慣れるとまあ簡単に握れるようになりますので、やってみてください。よかったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。リクエストや質問などがありましたら、コメント欄によろしくお願いします。